はい、皆さんこんにちは。 NHK から国民を守る党参議院議員の浜田聡です。今回の動画では被選挙権の引き下げ法案についてお話をさせていただこうと思います。被選挙権、つまりですね、選挙に立候補して当選をする権利、これをですね、現在の日本では25歳以上、30歳以上となっているものなのですが、それをいずれも18歳以上に引き下げるという法案になります。で、まずですね、参議院の法制局というものを紹介させていただきます。国会議員にとってですね、法案を作成する際にですね、お手伝いしていただける、お手伝いしてもらえる、あるいは相談に乗ってもらえる、法制局というものがあります。で、国会には衆議院、参議院、まあ、二つありますが、いずれにもですね、法制局というものがあります。私は参議院議員ですので、参議院の法制局に相談をしているということになります。過去にですね、参議院の法制局には何度もいろんな法案を相談させてもらいました。で、相談させてもらって、法制局とのやりとりについてはですね、私ブログ記事で公開をしておりますので、もしよろしければ、見てもらえればと思います。今回はですね、被選挙権引き下げ法案について参議院法制局に相談をさせて、回答いただいたものをですね、まあ、紹介をします。こちらも現在画面に出ておりますのは、その被選挙権引き下げ法案についての参議院法制局からの回答を紹介するブログ記事になります。こちら動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので、また見てもらえればと思います。で、参議院の法制局からいただいた回答を紹介しますと、過去の国会でのやり取りが参考になるということで、紹介をいただいております。で、まず、現在の被選挙権年齢が、まあ、このように25歳以上、30歳以上と設定されている理由について、政府答弁があるんですね。で、それを紹介しますと、一定の公職に就くということであれば、やはりある程度の経験を積んで、相当の知識や豊富な経験を必要とするのではないかということで、現在の被選挙権年齢が引き定められている旨の政府答弁があると紹介をされております。こちらについてですね、皆さん、どういった意見をお持ちでしょうか。まあ確かに最もだなという意見も、まああろうかと思いますし、いやいや、それも含めて、ね、有権者に判断させる、それが選挙というものだという意見もまああろうかと思います。つまり、被選挙権引き下げについて賛成であったり反対であったり、まあいろんな意見がまああろうかと思います。私としてはですね、まあひとまずね、まあ、選挙権と合わせて引き下げてしまってですね、あとはもう有権者に判断をしてもらえればいいんじゃないかと思っております。まあ、そうである、考えるからこそね、こういった、今回のような被選挙権引き下げの法案を提案させていただいたという次第であります。で、もう一つですね、国会でのやり取りの政府答弁を紹介いただきました。それは何かというと、現在の被選挙権の年齢なんですけど、2つあるんですよね。25歳以上と30歳以上、2つ分かれております。で、参議院議員と都道府県知事の被選挙権の年齢は30歳以上と、少しね、他の選挙より高くなっているわけであります。で、この理由についてもですね、政府答弁を紹介していただきました。それはですね、まあ、特に参議院の方ですね、任員制における参議院の役割を踏まえ、社会的経験から出てくる資料分別に着目し、年齢が高く設定されたという政府答弁があります。あとですね、都道府県知事の被選挙権の年齢については、行政の執行にあたる独任制の機関であって、相当の経験を必要とすることや、都道府県の規模や事務の性質、管轄区域の広さなどの点を踏まえたものといった説明がなされてきたようであります。まあ、これもね、いろいろと、まあ、意見があろうとかと思います。で、まあ、最後にですね、もう一つ、あります。これはですね、海外の事例になります。海外の事例で、任員制を採用しているところでですね、被選挙権の年齢に差がある国とない国っていうのがあるわけなんですね。で、これはですね、
被選挙権に差がない国の割合というのが 36.5。 つまりですね、被選挙権、逆に言うと 63% の国ではですね、被選挙権に差がある、日本と同様に被選挙権に差があるのが 63% の国、ということになります。例えばね、アメリカ上院下院と分かれております。まあ日本もね、衆議院参議院分かれております。まあ、任意制を採用している国で、はですね、差がある国というのがどちらかというと多いということになります。まあ、こういったこともですね、法制局の方から提示がありました。ということで、まあ、今回の動画ではですね、被選挙権引き下げ法案について、まあ、法制局というものの紹介であったりですね、あと引き下げることについての過去の国会でのやり取りを、まあ、紹介をさせていただきました。ですね。まあ、被選挙権の引き下げ法案、我々はですね、まあ、あのね、こちらの法案、ぜひ成立させたいとは思っておりますが、まあ、こればっかりはですね、世論、まあ、皆様のね、国民の意見次第だと思います。皆様の意見をお聞かせいただければと思います。というわけで、動画の方を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。参議院議員会館より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。